愛知の植民地なんて言わせない。日本の中心。オドリスケベイとアニメ聖地で町おこし。岐阜県のよくわかる地図を。解説。聞いてよマリサ。どうしたんだ？今度友達と旅行へ行く計画を立てるんだけど、岐阜県へ行くっていうのよ。岐阜県か？いいじゃないか。でも岐阜県って山しかないイメージだし、愛知県の陰に隠れてて、なんだか地味じゃない？アニメキャラで言うと、スラムダンクのメガネくんみたいな。霊夢、メガネくんをバカにしちゃいけないぜ。彼はゴリに隠れて影は薄いが、3年間地道に努力を重ねた結果、インターハイの最終予選で、スリーポイントシュートを決めたんだぜ。あいつも3年間頑張ってきたんだ。岐阜県は確かに山は多いが、アニメとの関係性が深いんだぜ。そうなの？じゃあ今日は、岐阜県について解説してくれるかしら？いいぜ、解説にはこの地図を使うぜ。よくわかる地図ね。そうだぜ。確かに、聞いたことあるアニメキャラや、映画のタイトルがあるわね。ポルターガイストってのも怖いけど興味あるわ。霊夢の好きな、しくじり話もあるぜ。鼻の穴かっぽじってよく聞くわ。それを言うなら耳の穴な。早速解説していくぜ。それでは、ゆっくりしていってね。基本情報。まずは、岐阜県の基本情報から解説していくぜ。はい。岐阜県は、中部地方に属し、日本のほぼ中央に位置してるんだ。隣接している県は、富山県、石川県、福井県、長野県、愛知県、三重県、滋賀県の、7県あるぜ。そんなにあるの？隣接している県の数は、長野県に次いで第2位だぜ。それは知らなかったわ。人口は199万人で、全国では17位だ。人口はほぼ真ん中ね。面積はどうなの？面積は16,621平方キロメートルで、第7位だ。面積は結構大きめなのね。続いて魅力度ランキングだが、全国で29位だぜ。あら、かなり下の方ね。やっぱり田舎のイメージが強いから、利便性など考えると、それくらいの順位になってしまうのかしら？それはあるかもしれないな。それじゃあ、ここからは例の地図に沿って解説してくれるかしら？了解したぜ。世界遺産。世界遺産って、そんなすごいものが岐阜県に存在するの？これは、白川村にある、合掌造り集落のことだ。合掌造りって何？合掌造りっていうのは、屋根が手を合わせるような形をしてる家のことだ。なんで、そんな形をしているの？400年以上前、江戸時代に遡るんだが、この地域特有の厳しい自然環境が、合掌造りという独特の建築様式を生み出したんだぜ。厳しい自然環境って、どういうことかしら？この地域は冬になると雪が非常に多いんだ。だから、屋根を急勾配にして雪が滑り落ちやすくする必要があったんだ。なるほど、雪に強い家なのね。そうだぜ。この建築様式は、冬の厳しい寒さや雪から家を守るために編み出されたんだぜ。先人の知恵ね。冬の白川郷には、もう一つ見逃せない魅力があるんだ。そうなの？それが、合掌造り集落のライトアップだぜ。どんな感じなの？合掌造りの家が雪で覆われるんだ。そして夜になると家の窓から明かりが灯され、屋根に積もった雪が照明で白く照らされるんだ。それは絶対綺麗だわね。暗闇に浮かび上がる合掌造りの家は、まるで時間が止まったかのような幻想的な雰囲気を醸し出しているぜ。雪化粧をした合掌造りが見られるなんて、素敵やん。しんすけさん、君の名は神岡んで。君の名はって映画あったわね。確か男と一緒に見に行った記憶があるわ。霊夢彼氏いたのか？いいえ、その後連絡取れず、一回きりで終わってしまったわ。バビったぜ。久しぶりに聞いたわ。その君の名はの舞台となっているのが、日出しだぜ。え？あの映画の舞台が日出しなの？そうだぜ。日出し古川町が、君の名はのファンには特に有名なんだ。古川町ってどんなところ？まず日出古川駅や日出し図書館などが、映画の聖地として知られているんだ。映画に出てきたような場所が実際にあるのね。そして、映画で重要な場所となっている宮水神社のモデルと噂されてるのが、古川町の桁は神谷神社なんだ。ファンにとっては、たまらないわね。このことから、日出しは聖地巡礼スポットとして、一躍有名になったんだ。もう一つの方の神岡出って何かしら？神岡出？シンプルに気持ち悪いな。神岡出だ。初めて聞くわ。神岡出は地下区画にある巨大な検出機で、宇宙から来る微小な粒子、ニュートリノを観測しているんだ。そんなすごい研究施設が日出しにあるの？宇宙の謎に迫ってるのね。そうなんだ。この施設は宇宙の神秘を解き明かすための重要な役割を果たしているんだ。どんなことをしてるの？ニュートリノの研究のほか、暗黒物質やブラックホールに関する研究も行っているぜ。ここでの研究成果は、宇宙物理学の大きな発展に貢献してるんだ。宇宙の謎を解き明かす研究が、日出しで行われてるなんて、日出しって本当に魅力的ね。日出しの魅力は他にもあるぜ。何があるの？霊夢が大好きな高級和牛、飛騨牛だ。大好物だわ。
飛騨牛は岐阜県内で14ヶ月以上育った黒毛和種の牛肉で、品質がとっても高いんだ。岐阜県内にある焼肉店では、この飛騨牛が多く使われてるぜ。話を聞いてるだけでお腹が空いてきたわ。飛騨牛は、細かい肉質で、霜降りが美しくて、口に入れるととろけるんだ。味も香りも最高だぜ。ああ、もうよだれが止まらない。三大名泉。岐阜県といえば下呂市の下呂温泉は外せないぜ。なんか吐き気が。下呂じゃなく、下呂温泉だ。下呂温泉は、日本三大名泉の一つとして知られてるんだ。なんで日本三大名泉と言われているの？下呂温泉は、美しい自然に囲まれた温泉地で、その泉質の良さから多くの観光客が訪れるんだ。歴史も古く、癒しの効果も高いと評判だぜ。下呂温泉の歴史って、どれくらい古いの？下呂温泉の歴史は、1000年以上も前からあるんだ。古くは平安時代から人々に知られていたんだぜ。1000年以上も前からあるのね。さすが、日本三大名泉。そうなんだ。昔の人々は、この温泉の効能で様々な病気を癒していたんだ。だから昔から、奇跡の湯として親しまれてきたんだぜ。奇跡の湯って言われるほど、効能があるのね。特にこの温泉は、神経痛、筋肉痛、関節痛に効果があると言われているぜ。だから昔の人も今の人も、健康を求めて下呂温泉に来るんだ。私も最近、関節痛がひどくなってきたのよ。霊夢、それは年齢もあるぜ。やかましいわ。ちなみに下呂温泉は、不平ハー地球異常というアルカリ性特有の石鹸効果により、ツルツルした肌触りになることから、美人の湯とも言われているぜ。美人の湯？それは絶対行かなきゃだわ。私もツルツルボディの超絶美人になって、男を虜にしてみせるわ。その意気だぜ。下呂温泉に行ったら、お土産も欲しいわね。それなら下呂プリンがおすすめだぜ。プリンは私も大好きだわ。下呂プリンは、地元の新鮮な牛乳を使った超濃厚プリンなんだ。滑らかでクリーミーな味わいが自慢で、観光客にも大人気だぜ。それは、お土産にぴったりね。イメージキャラクターはカエルになってるぜ。そっちのゲロね。両面スクナ、評価。スクナって呪術廻戦に登場してなかったかしら？その通り、そのスクナのモデルとなっているのが、高山市にある両面スクナなんだ。そうなの？両面スクナについてもっと知りたいわ。両面スクナは、表と裏に顔を持つ伝説の妖怪なんだ。この伝説は高山市に古くから伝わっていて、地元の文化に深く浸透しているんだ。そんな伝説が高山市にあったのね。高山市の伝承では、両面スクナが自分の体を8つに裂いて、毒竜の胴体に突き刺し、倒したと言われてるんだ。すごいやり方ね。この伝説は高山市の文化の中で大切に語り継がれているんだぜ。評価も確かアニメじゃない？そうだぜ。評価は2012年から2013年にかけて放送されたアニメで、高山市が舞台になってるんだ。その話、もう少し詳しく聞きたいわ。このアニメでは、高山市の古い街並みや風景がよく描かれていて、主人公が自転車で街を走るシーンとか、高山市美術館で事件の手がかりを探すシーンがあるんだ。昔の街並みが残る高山市が舞台なのね。それに作者の米沢ほのぶさんは高山市出身で、作品には彼の思い出や高山市への愛情が込められているんだ。作者の思い出が作品に生きてるなんて、特別な感じがするわ。評価のおかげで、高山市を訪れる観光客も増えたんだ。訪れてみたい日本のアニメ聖地88選に、2018年から2023年まで6年連続で選定されており、今もなお多くのファンが聖地巡礼に訪れているんだぜ。アニメの力はすごいわね。米沢ほのぶさんは高山市のヒーローね。スキー場。岐阜県郡上市にはスキー場がたくさんあるんだ。どのくらいあるの？市内には10カ所あって、西日本最大級のスキーリゾートエリアなんだぜ。だから、関西の方からも多くの人たちが訪れるんだ。そんな遠くからも訪れるのね。広瀬香美の歌を聴きながら滑ると、最高にテンション上がるわね。すごくわかるぜ。踊りスケベイ。マリサ、ここに踊る変態がいるわ。ここは郡上市だな。踊りスケベイって何なの？踊りスケベイとは、郡上市で毎年夏に行われるお祭り郡上踊りに参加する、踊りが大好きな踊り狂いの人たちのことを言うんだぜ。踊りスケベイたちが、踊り狂う祭りなのかしら？郡上踊りはなんと、夜通しで郡上音頭を踊るんだ。夜通しで？それは踊り狂ってるわね。郡上踊りは、300年以上の歴史を持つ伝統的なお祭りの踊りなんだ。300年も前から？歴史が深いのね。そうなんだ。郡上踊りは、江戸時代から続く伝統だぜ。踊りは誰でも参加できて、輪になって踊るんだ。誰でも参加できるのね。私も踊りスケベイになりたいわ。これは噂だが、祭りが行われる場所には、ナンパ橋というのが存在するらしいんだ。ナンパ橋？それは興味深いわね。そのナンパ橋にいれば、誰でも若い男にナンパされるとか。若い男にあんなことやこんなこと。霊夢、よだれが垂れてるぜ。日本の真ん中。これはどういうこと？位置が日本の真ん中ってこと？違うぜ。
これは人口中心地のことを言っているんだ。主に関市、三好、山形市などが挙げられるぜ。人口中心地って初めて聞くわ。人口中心地は、日本中に住むすべての人が同じ体重と仮定して、日本地図の上に乗った場合、その地図を一点でバランスを崩さずに支えられる点のことだ。日本のへそとも言われているぜ。なるほど。その人口中心地が岐阜県になるのね。そうだぜ。この調査は5年に1回行われるんだが、令和2年国勢調査による日本の人口中心は、関市になるんだ。そうなのね。それでこの人口中心地をネタに町おこしをしようとして、しくじったしくじり町があるんだ。何？面白そうじゃない。それが、郡上市南町だ。何をしくじったの？1995年に実施した調査で、その時の人口中心が郡上市南町だと分かったんだ。当時はここは南村っていう小さな村だったが、ここが日本の人口中心地ですみたいに言われて、村人は喜んだ。何も取り柄のない村で、いきなり日本の中心地と言われたら、それは喜ぶわね。それをネタにした南町は、町おこしのために日本の真ん中をアピールする施設、日本真ん中センターを建設したんだ。混じり系一切なしの、ドストレートなネーミングね。そうだぜ。ところが、人口中心地は人口の移動や増減によって、当たり前だが、毎年変わるんだ。もしかして、町おこしをしようとして日本真ん中センターを建てたものの、人口中心地が他の町に変わってしまったってこと？そういうことだ。しかもこの施設、なんと、22億円かかってるんだ。22億？税金の無駄遣いじゃない。それは市民もマジで切れる5秒前ね。マジで無駄にしちゃった税金の22億円だな。結局は名前だけ日本の真ん中の、虚しい巨大施設になってしまったんだ。この施設建てた人には、ぜひ、しくじり先生に出演してほしいわね。刀。刀ってなんか物騒ね。これは関市のことで、関市は、美濃伝と呼ばれる刀剣の発祥地なんだぜ。美濃伝って何？美濃伝は岐阜県関市を拠点にする日本刀の流派だ。始まりは鎌倉時代中期、初代元重が美濃国、関に移住してきたことからなんだ。元重って誰なの？宗州伝の技術を学んだ刀匠で、関で刀鍛冶を始めたんだ。そこから関市で美濃伝が伝えられたのね。戦国時代には織田信長と豊臣秀吉徳川家康といった武将が美濃伝の刀を愛用してたんだ。超有名な戦国三大武将じゃない。そんな有名な人たちが愛用してたのね。そうなんだ。その技術が受け継がれ、関市は現在刃物製品出荷額全国一位を誇っているんだ。全国一位はすごいわね。包丁で、関のマゴロクって見たことないか？ああ、確かによく見るわね。あれも関市のメーカーだったのね。おそらく日本で一番使われている包丁のブランドだぜ。ちなみに関市は世界三大刃物産地の一つに数えられ、刃物作りの町として知られていて、ドイツのゾーリンゲン、イギリスのシェフィールドと並び、3S と呼ばれる世界的に有名な都市なんだぜ。そんなにすごい町だったの？世界の関市ね。ポルターガイスト。ポルターガイストって、心霊現象的な？その通りだ。2000年頃に岐阜県富加町に存在した、心霊現象が相次いだ団地で、幽霊団地と呼ばれていたんだ。実際に何が起きていたの？夜中に音が聞こえたり、ドアが勝手に開閉する現象が起きてたんだぜ。怖すぎるわ。当時、最初に地元の中日新聞が報じて、他のテレビや新聞社も取材に来たんだ。そこまで大きな騒動になったのね。霊能者の下吉子さんは知ってるか？確か本当にあった怖い話とかに出演してるわね。その下吉子さんも、この幽霊団地に除霊で関わったとされているんだ。あの下吉子さんが除霊に関わってたの？そうだぜ。この富加町の幽霊団地の除霊がきっかけで、有名になったとも言われているぜ。結局心霊現象の原因は何だったのかしら？原因は未だにはっきりとは明かされていないが、一つの説では、近隣で約30年前に首吊り自殺した女性がいて、数々の心霊現象は、弔われずにいる女のたたりだとも言われているぜ。女のたたり、恐ろしい。だが結局、謎のまま騒動は収束していったんだ。私今夜、一人でトイレ行けないわ。ちなみにこの幽霊団地騒動を題材にした映画、N 号棟が2022年に公開されているから、気になったら見てみるといいぜ。マリサ、一緒に見ましょ。断るぜ。マチュピチュ。マリサ、マチュピチュって確かペルーになかったかしら？これは、岐阜のマチュピチュのことで、揖斐川町にあるんだ。岐阜のマチュピチュ？どんなところなの？岐阜県の揖斐川町には、天空の茶畑と呼ばれる茶畑があって、標高300メートルの場所にあり、その景色がすごく美しく、ペルーのマチュピチュみたいな壮大な風景が広がってるんだ。それは見てみたいわね。2016年頃から、Twitter や Instagram で人気になり、遊歩道が整備されてから、観光客が増えたんだ。天空の茶畑では、何が楽しめるの？ハートコヤカフェというところでは、絶景を見ながらお茶やスイーツを楽しめるんだぜ。気持ちよさそうね。特に古来茶っていう希少なお茶がおすすめだ。
カップルにはハート型の窓もあるから、写真撮影にもいいぜ。カップル向けスポットか。すまん。猛暑御三家。岐阜県には猛暑御三家の一つ、日本で最も暑い場所があるんだ。どこなの？岐阜県多治見市だ。高知県四万十市、埼玉県熊谷市と並んで、夏は超危険な暑さになるんだ。どのくらい暑いの？2007年8月には最高気温 40.9 度を記録し、当時の観測史上最高気温を記録したんだぜ。40.9 度？松岡修造がテニスの指導をしている時より暑いわね。暑いの意味が違うな。なんでそんなに暑いの？多治見市は、盆地に位置しているから、夏になると気温がぐんと上がるんだ。盆地ってどうして暑くなるの？盆地は周りが山に囲まれていて、風が通りにくいんだ。だから、暑い空気がこもりやすくて、気温が高くなるんだぜ。だからそんな暑いのね。そこまで暑いとさすがの松岡修造も倒れてしまうわね。そうだな。だから多治見市としても、街路樹で日陰を作ったり、街中や公共施設にミスト発生器を設置して対策を行ってるんだ。これから温暖化などでどんどん暑くなるから、個人としても対策をしっかりしないとね。名古屋の植民地。ここは名古屋の植民地なの？これは主に岐阜市、羽島市、瑞穂市、大垣市、郷土町などだぜ。特に岐阜市は岐阜県の県庁所在地なんだが、植民地色が強いな。なんで名古屋の植民地なんて言われているの？それは、主に3つの理由があるんだぜ。どんな理由なの？まず、地理的なことだ。岐阜市は名古屋の北東にあって、名古屋のベッドタウンとして発展してきたんだ。ベッドタウンって何？ベッドタウンは、大都市の周辺に位置する町のことだ。昼は都市部に通勤し、夜だけ帰ってくるんだ。なるほど、岐阜市の人は名古屋で働く人が多いのね。そういうことだ。確かに名古屋は大都会だから、働くところも多そうよね。次に、経済面だな。岐阜市の経済は名古屋に依存していて、名古屋の企業が岐阜に進出していることも多いんだ。名古屋と岐阜市の経済が密接に結びついているのね。最後に、文化の面だ。名古屋市は中京地区のメディアの中心地だから、岐阜市にもその番組が流れてるんだ。そのためファッションとか流行とかの情報が名古屋から岐阜に伝わるんだ。特に若い世代は、都会のファッションや流行に敏感になるわね。私も若い頃都会に憧れて、アムラーや黒ギャルのファッションを真似したもんだわ。中の人がおっさんってわかるワードだな。しまった。このような岐阜は名古屋に依存しているというイメージがあり、岐阜市は名古屋の植民地と言われているんだ。でも植民地とは皮肉な言い方よね。そうだな。岐阜市には岐阜市の魅力があるからな。岐阜市の魅力を教えてほしいわ。岐阜市は織田信長との関係性が深いんだぜ。織田信長と？その話もっと詳しく聞かせてほしいわ。信長は1567年に岐阜城に入城して、ここを拠点に天下統一を目指したんだ。岐阜城に入城したって、どういうこと？信長は岐阜でいろいろな改革を行ったんだ。楽市楽座や兵農分離とか、経済と軍事を強化する政策だな。楽市楽座？兵農分離？ってなんだっけ？楽市楽座は、戦国大名が城下町を繁栄させるために取った商業政策だ。兵農分離は、武士と農民の身分差別を明確にし、武士による農民の支配を目指した政策だぜ。そういう政策で岐阜が発展したのね。そのおかげで岐阜は戦国時代の一大都市になったんだ。信長の影響力はものすごいわね。JR 岐阜駅北口広場には、金ピカの織田信長像があるんだぜ。金ピカの信長は見てみたいわ。新首都、中京都。新首都ってどういうこと？ここは中津川市、江那市、土岐市、瑞浪市なんだが、岐阜愛知新首都構想という、岐阜県と愛知県に首都機能の一部を移転して、新しい都市を作る構想があるんだぜ。首都機能を担おうだなんて随分大きく出たわね。この構想では、地震や災害のリスクを分散させるために、東京以外の場所に首都機能の一部を持たせるんだ。岐阜県と愛知県がその場所として選ばれているんだぜ。なるほど、安全のために首都の機能を分けるわけね。そして、2027年にはリニア中央新幹線が開業する予定で、岐阜県駅が中津川市にできるんだ。リニア中央新幹線ってどれくらい速いのかしら？時速500キロで走行し、品川名古屋間の所要時間は40分になるぜ。新幹線では約1時間30分だから、半分以下の時間で名古屋まで到着するな。半分も短縮されるの？例えるなら、ドクタースランプあられちゃんの最高速度の7分の1だな。逆にわかりづらい。岐阜県駅ができたら、移動がもっと便利になるからな。岐阜愛知新首都構想ってのは、岐阜県と愛知県をもっと発展させる大きな計画なんだぜ。2027年が楽しみね。茶畑。これはどこの茶畑かしら？白川町だぜ。さっきの白川村とは違うの？全然違うぜ。確かに岐阜県の白川といえば、合掌造りの白川村を思い浮かべる人が多いが、こっちの茶畑の白川町も素晴らしいところだぜ。白川町の茶畑って、どんなところなの？
岐阜県白川町の茶畑は、日本茶の北限で有名なんだ。ここで作られる実の白川茶は、とても美味しいお茶として有名だぜ。北限ってことは、寒い地域なの？そうだぜ。白川町は山間地帯にあって、昼夜の温度差が激しいんだが、そこがお茶の旨味とコクを引き出すんだ。寒暖差がお茶の味を良くするのね。この茶畑は標高500から800メートルの場所にあって、石垣で囲まれた段々畑になってるんだ。この石垣がお茶の品質にもいい影響を与えてるんだ。ここでは矢吹田という品種のお茶を作っていて、これが寒さに強くて美味しいんだ。お茶の香りってすごく落ち着くのよね。お風呂に入れると最高なのよ。確かにそれはいいかもしれないな。肌にもいいらしい。私も綺麗になるために、日々努力してるのよ。その努力がいつか実るといいな。工業地帯。ここは、上市、鏡原市、美濃加茂市だな。この辺りは、工業が盛んな地域となっているんだ。そうなのね。それぞれ何があるの？まず上市には工業団地があって、いろんな分野の会社が集まってるんだ。どんな分野があるの？輸送用機器、住宅機器、産業機器、電気機器などがあるぜ。本当にいろんな分野が集まってるのね。中でも鏡原市は、航空機産業、自動車産業などによる輸送用機械関連企業が最も多く、製造品出荷額の半数以上を占めているんだ。特に航空機産業が栄えていて、航空機産業の歴史や機体の部品について学ぶことができる、岐阜鏡ヶ原航空宇宙博物館があるんだ。どんなところなの？ここでは、航空エリアと宇宙エリアで分かれていて、航空エリアには、第二次世界大戦で使われた、飛燕の実機や、ゼロ戦初号機の実寸大模型があるんだぜ。戦闘機マニアにはたまらないわね。そして宇宙エリアには、米航空宇宙局 NASA のアポロ計画やスペースシャトル、日本の H2 ロケットなど、宇宙開発の歴史を様々な展示物で紹介してるんだ。こちらもワクワクするわね。小さい子供も喜ぶから、家族連れにもおすすめだぜ。愛知の植民地だから自動車関連企業が多いのかと思ったけど、岐阜県はいろんな分野で活躍しているのね。和獣。和獣って何なの？集落や高地を水害から守るために、堤防で囲まれた地域のことだ。それが海津市にあるのね。そうだぜ。海津市は川に囲まれていて、地面が川より低いから、よく水害になるんだ。だから、洪水から田畑や家を守るために堤防を築いたんだ。そんな重要な役割があったのね。海津市には他に有名なものはあるかしら？おちょぼさんが有名だぜ。おちょんぼさん？いくら岐阜県でもそんな言葉はもう使わないぜ。おちょぼさんってのはおちょぼ稲荷神社のことだぜ。それをおちょぼさんって言うのね。この神社は日本三大稲荷の一つで、商売繁盛のご利益で知られているんだ。年間200万人以上の参拝客が訪れるんだ。200万人って言ったら、東京ドームの収容人数の40倍よ。オードリーのオールナイト日本イン東京ドームライブを40回分だな。そう聞くと、凄まじい人数ね。声の形。声の形、これも確か映画であったわね。そうだ。この映画の舞台になったのが、大垣市だぜ。これまた有名アニメ映画の舞台が岐阜県なのね。アニメ聖地の宝石箱や、ヒコマロもびっくりだな。声の形ってどんな映画だったかしら？この映画は、聴覚障害を持つ女の子と、彼女をいじめていた少年との関係を描いた感動作なんだ。障害やいじめを取り扱ってて、とても考えさせられたわ。そうだな。この映画には、大垣市のいろんな場所が出てくるんだ。どんなところが出てくるの？大垣公園や大垣駅、四季の広場、総合福祉会館など実際に存在する大垣市の施設など、数多く出てるんだぜ。なんで、大垣市が舞台になってるの？原作の作者、大今義時さんが大垣市出身なんだ。作者さんが大垣市出身だったのね。それは知らなかったわ。そうなんだ。声の形は、映画を通して大垣市の魅力をたくさんの人に伝える作品になったんだ。私も大垣市へ行くときは、もう一回声の形を鑑賞するわ。関ヶ原。ここは関ヶ原市だ。岐阜県と言ったら関ヶ原の戦いは外せないぜ。確か学校で習ったことがあるわ。どんな戦いだったかしら？関ヶ原の戦いっていうのは、1600年に起きた、天下分け目の戦いだぜ。何がきっかけで戦いが始まったの？豊臣秀吉の死後、彼の後を継ぐために、徳川家康が率いる東軍と、石田三成が率いる西軍が激突したんだ。戦いはどうなったの？最初は西軍が優勢だったけど、最終的には東軍が勝ったんだ。勝敗の分かれ目は何だったの？西軍の小早川秀明が東軍に寝返ったと言われているぜ。裏切りで西軍が負けたのね。そうなんだ。そして、この戦いで家康が勝ったことで天下人になって、その後260年以上も平和な時代が続くことになったんだ。まさに天下分け目の戦いだったのね。エンディング。今回は岐阜県について解説したぜ。どうだったかな？岐阜県は名古屋の植民地のイメージが強かったけど、アニメの聖地も多いし、戦国時代の歴史に深い関係があることが分かったわ。
個人的には、南町のしくじり話が面白かったわ。どの都道府県にも色々な魅力があって本当に面白いな。この動画を見て、岐阜県っていいな、行ってみたいなと思った人は、高評価チャンネル登録よろしく。今後も日本の各都道府県の魅力についてゆっくり解説していくつもりよ。岐阜県のもっと良いところを知っている人はコメント欄に書いてくれると嬉しいわ。それでは、ご視聴ありがとうございました。